よし、今日はね、バスケ部の試合があります。まあ僕が見てるチームじゃないですけど、試合があるということで、まあ合宿ということで福井県まで来ております。で、まあいろんなところからね、今日は来てるチームは来てるので、いろんな試合が見れて、まあ、僕もコーチとしての勉強ができたらなと思っているので、しっかり楽しんで、学んでいきたいと思います。では行ってみよう。はい、ということで、1日目の活動が終わりましたので、今から今日宿泊するホテルに向かうんですが、今日はなんとホテルにジムがあるので、そこでですね、しっかりとトレーニングをするためにマウスをゲットしました。で、あとはちょっと今日はね、豪華に大好きな桜餅でトレ前カーボンとしたいと思います。では、雨降ってますが、トレーニングしに行きたいと思います。さあ、ホテルに着いたけど、相変わらずあいにくの雨なんで、ちょっと濡れちゃいました。まあ、風だけひかんようにしなきゃいけない。よいしょ。今から、トレーニングに、行きますけども、ちゃんと今日はですね、まず行ってやると、それから、リストラップ円、はい、で、BCA、まあ、いつもはまあ、ボトルに、水を入れて、でこれじゃない別の、メーカーの BCA を入れて、まあ、1リットル溶かして飲んでるんですけど、まあ今日はなかなかその準備ができないので、2リットルの、水をラッパ飲みしながらこれも飲みます。で
今日はちょっと背中にするのか肩にするのか、まあ、ジムに行ってから決めようと思ってるんで、一応肩の、トレーニングと背中のトレーニング両方できるようにちゃんとパワーブレイクも持ってきました。もちろんキムニです。であとはいつもの栄養や、ちょっとあの時間がないんで、パパッと行きたいと思います。では今からジムに行きます。いや終わりました、疲れた。やばいですね、やばいです、マジでやばいって言いました。これはすごい。Thank you.